皆さんこんにちは、ボンドチャンネルツッチーパフォーマンスです。今回はボンド大宮からカスタマイズした車両を紹介します。紹介してくれるのは富山店長です。よろしくお願いします。で今回ご紹介する車がこちら X7 ということで、はい、X7 ですね。まだ結構珍しいですよね。まあ、あんまり入ってないですね。まあ、名古屋大阪でちょっとブログとか出てましたけど、大宮はもちろん初めてだし、ちょっと大掛かりなカスタムっていうのはまだやっぱ少ない車両だと思います。街でもまだあんまり見ない感じですよね。そうですね。もうとにかく目立つ車が、こちらの車なんと今回一度ご納車させていただいたんですけれども、はい、ちょっとどうしてもあのカスタムの紹介をしたいってことで、そうですね。ちょっとオーナー様に、はいはい、していただいたということで、無理を言ってありがとうございます。車をお借りして今日撮影してます、はい、本当にありがとうございます。そして今回結構いじってるんですよね。そうですね、まあ、エアロとかじゃないんで、まあ、パッと見はわからないかもしれないですけど、ちょっとカラーリングとホイール、車高、まあ、ちょっとスタンダードなところで、やってると思います。そうですね、紹介いいでしょうか。はい、まず前回りからいくと、前回り今 BM ってマットブロンズっぽいトリムを結構今使ってるのが多いんですけど、その BM らしさ消してやろうってことでブロンズをブラックアウトさせてもらいました。セリウムグレーでしたっけ、あのシャンパンゴールドみたいな。そう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 、はい、その辺のパーツを今回全部グロスで塗ってるってことで。そうです。でグリルはまあグロスで、こうシャッターの中、これすごいっすよね。ここも実はそのブロンズが入ってるんですけど、ここちょっともう小さいところなんですけど、この縦線のところがブロンズってことですよね。そうです、そうです。はい、ここはねラッピングしてます。あ、ラッピングなんですか。これはマットブラックでちょっとこのつるんとしすぎちゃうんで、マットブラック使って細かい箇所ですけどラッピングしてます。手の込んだ感じにはなってますけど、ちょっと見た目に分かんないっていうかね、まだその地味なカスタムになっちゃいますけど。でこれ当然これこのままじゃこうラッピングできないから分解してるってことですか。あ、もちろんです、もちろんですただまあグリルの分解自体はそんなに難しくないんで、はい、あ、そうなんですか。このシャッターだけ車両側に残るっていうか、グリルの側が外れて。なるほど。そうですね。でそんな感じでラッピングをしてると、はいはい、あとこの僕は眉毛って呼んでますけど眉毛じゃなくないですかいや、なんかこの眉毛っぽいから、はい、あのここもまあブロンズが入ってるのを、まあ、マットブラックでちょっとそのまあグロス一色っていうのも、まあ、ありかなと思ったんですけど、ちょっとまあ白と黒ちょっとつまんないかなっていうのも。白黒になっちゃいますからね。そうですね。なんでここはあのマットブラックを使わせてもらってます。ちょっとメリハリをつけて。そうです。コンビネーションというか。そうですね。あと細かいこと言うと、このボンネットバッジも、もうものすごい自然に見えますけど、この水色のこのプロペラマークの水色を黒に塗ってまたクリアで包んで。あ、これ塗ってクリア塗ってるんですか。そうです、そうです。これは、まあ、ボンドボディの力の見せ所っていうかね、あのこれずっと昔からやっぱ BM のこのプロペラ塗ってくれっていうの結構多かったんで、まあまあそんな驚く感じじゃないですけど。え、でも結構社外品でつけちゃう人多いじゃないですか。そうですね。純正加工なんですよこれ。純正加工です。 BM のエンブレムは外せるんで、まあ、もったいないじゃないですか。だからまあカーボンとかじゃなければ、まあ、塗って使ってもいいんじゃないかなっていうところで塗ってますこれは。で今回のその全体的なまとまりのその白黒のところで。そうです。白黒にしてるってことですね。はい、ちょっと青邪魔かなっていう。なるほど、はい。そして横行きましょうか。はい、タイヤホイール、また車がでかいんでなんか普通に履いちゃってますけど、ね、サイズがもう BC フォージド最大の23インチ、はい、HCA385S。 これ純正のオプション最大サイズが22インチですよね。そうです、そうです。そこからじゃあ1インチアップということで。そうですね、はい、フロントが28535、リアが325の30ですね。で幅もワンサイズずつ大きくなってると。これね、もうタイヤが届くまで時間かかるっていうか。あ、やっぱりタイヤがないんですか。タイヤないです、ね、希少サイズなんですね。そうですね。組み合わせてるタイヤがピレリの P0。 そうですね。ちょっとシーズンでその在庫の量もまあ違うっていうのもあって、今回はこれホイールよりちょっとタイヤの方が待ったっていう感じありましたけど、まあ前もってオーダーすれば調達は可能っていうことで、ホンダグループでは可能です。でもスーパーカーとかみんなそうだって言いますよね今。そうですね、やっぱりそのタイヤの入荷時期、うちもボンドグループ全体でもやっぱり、まあ、もちろん他のショップさんも今苦しんでると思いますけど、やっぱり止め物とかはやっぱりなかなか来ないっていうのは結構あると思うんで、まあ、ただまあボンドグループでは揃う。あとはその頼む時のそのアドバイスとしては、タイヤを先に確保した方がいいかなっていう。まあ、そうですね。ですよね。はい、
だもうサイズをもう決めちゃったら先にタイヤを確保して、まあ、あとデザインだったりとかっていうのを、はい、特に BC なんか結構納期早いじゃないですか、うん、そうですね、タイヤの方が時間かかっちゃうんで、まあ、ちょっととにかく待ってくださいってお願いすることもどうしようもなくあります。なるほど、はい、じゃあ今回はこだわりのサイズでこだわりの足元になってます。そうですね、待っていただいた甲斐があったんじゃないかなと思いますけど。で今回のこのデザインとカラーリングに関してはこだわりは、ね、まあ、リムポリッシュでディスクはあのブラッシュドブラックなんですけど、逆になくしたブロンズっぽい感じをここに入れてきた。あ、なるほど、はい、これがちょっと BM っぽいかっていうと全然そうじゃないんですけど、ちょっとのダークな感じだけど、ちょっと大きさはやっぱ23インチっていうのを目立たせたかったんで、お任せでってことだったんで、リムはポリッシュでいいんじゃないかって選ばせていただきました。まあ決まってるんじゃないかなと思うんですけどね。全体的なバランス非常にいいと思います。そうですね、結構 SUV ってホイール選択悩むところじゃないですか、うん、そうですね、これ細くしすぎちゃうと、うん、なんかちょっと貧弱な感じも出ちゃうし。そうですね、これ真っ黒にしちゃうと今度はまたせっかく23入れて小さく見えちゃうっていうのはやっぱちょっと嫌だったんで、まあなくしたメッキ類はなくしたんですけど、まあ、あえてホイールはまあポリッシュを使ったっていう感じですかね。なるほど、はい。そして今回これ車高下がりすぎじゃないですか。ちょっとこれ今アクセスモードになってより下がってますけど、ちょっと後であの細かく操作してみたいと思いますけど、今回あのアクティブサスペンションモジュール取り付けさせていただいてます。ロアリングロッドに比べるとちょっと単価的には少し価格が高いですけど、携帯で車高を好きなように操作できるご自身で調整可能なロアリングという感じです。だからまあ大人のおもちゃですね。車好きの大人のためのおもちゃ。専用アプリでこう、そうです、すごく簡単にできるんですよね。そうです、そうです、まあ、もちろんディーラーさんとかに行くときとかは、まあ、ゼロに戻せば車庫は戻るんで、そのまま入庫できるんじゃないかなと思います。なるほど、はい、じゃその辺もかなり便利に使えるんですね。そうです、やっぱりロアリングロッドつけて車庫を戻しに来てディーラー行ってって結構やっぱお客さん多いんで、まあ、その辺の手間考えると、まあ、楽なんじゃないかなと思いますので。で今回 X7 に付けさせていただいてますけど、いろんな車種設定があるんですよね。あります、あります。じゃあもう欧州車でエアサスだったら一回ちょっと聞いてみるっていうのは手です。そうですね、はい、もちろんさ車によってじゃあまあこれだったら、まあ、モジュールじゃなくてロットでもいいんじゃないですかって、まあ、それはあの、まあ、臨機応変してあのご案内できると思いますんで。そんなのがついて今回ベタベタになってる。そうですね、はい、そしてあとは、あとはまあエンブレム、細かいこと言うと、まあ、エンブレムもこの M のこの M ラインは抜いて黒にして。あ、これじゃああれですか、 どうなってるんですかこれ。これ、まあ、この3本線をこうマスキングして、はい、マスキングしたところに黒を拭いて、で、まあ、最後マスキング剥がしてっていう。はあ、うん、じゃあその3本線のところはもともとの色なんですか。そうです、そうです。で他のセリウムグレーのところだけグロスブラックにした。そうですね、こういうちょこっとしたところは BM 感は残ってていいのかな、まあ、せっかく M なんで、まあ、キャリパーとかもそうですよね。そうですね、はい。であとはこの辺のモールというか、はい、モールですね、サイドモール、こうダクトから続くモールが全部、はい、前 の、 あの通称眉毛ですね、眉毛のマットブラックにしたんで、このあ、まあ、そこからつながってるわけですね。そうです、腰下のこのアンダーラインは同じくマットで揃えてきた感じです、はい。まあ、車的にこう窓から上が全部グロスブラックですからね、窓枠とかネイルとか。そうですね、なんで、まあ、下の方はあのちょっとそのカラーリング、まあ、ホイールも入りますし、ちょっとカラーリング違う感じで後ろまで通したよって感じですかね。であと気になるパーツとしては電動サイドステップが。そうですね、これあの、まあ、これちょっと車高を低くしてるんで、ね、今はそんなに気にならないですけど、はい、本来はやっぱ車高高い車なんでサイドステップがあれば前より乗りやすい。これやっぱりその家族で車乗られるお客さんにはもうめちゃくちゃ好評で、お子さんのためにつけるって方はもうすごく多いですね。あとはあのご両親と出かけるお客様とかはあの、まあ、親孝行な商品じゃないかなと思います、はい。でまた普通のなんていうんですか、据え置きのこのステップと違ってこう収納されるんで、そうですね、ビジュアル的にもこう損なわない。はい、そうです、そうです。やっぱこうなんかこう車好きとか、まあ、もうちょっと男心をくすぐるって、このなんかこうアクションした時につられてアクションをするっていう、あ、確かに、このなんか動きがやっぱ心くすぐられるんじゃないかなって思うんですけどね。その携帯でエアサスいじるよとか、ちょっと要はこのカスタムに参加してる感じもあるんじゃないかなっていう気しますけど、はい、なので、まあ、そういう意味を持っても、まあ、なんかおすすめできる商品じゃないかなと思います。あとちょっとこの忘れて通り過ぎましたけど、あ、そうなんですよね、ミラーも、ミラーカバーもあの M だとここあのブロンズなんですけど、今回はその黒を増やさずに、ここはのボディ色であの塗装をさせて、またあの、まあ、
再取り付けさせていただいた感じです。なのでまあボディ色なんで違和感全然ないと思いますけど、はい、ここそこが変わるだけで結構印象違いますよね、全体的な。そうですね、絶妙なさじ加減でしたね。そうですね、はい、そして後ろもこれはあれですよね、前後でディスク違いの、まあ、オフセットだったら幅だったりも違う。そうですね、やっぱキャリパーの大きさ違うんで、リアはよりコンケーブルしてます。まあどんな車でも大体そうですけど、まあ、フロントのキャリパー大きいんで、まあ、コンケーブしてるけどちょっとフラットに近づく感じで、リアはまあキャリパーが小さい分よりコンケーブするっていう、まあ、これだけガタイのある車でこの大きさのホイールでこのコンケーブになるとやっぱかっこいいですね。そうなんですよ、車がでかい、うん、車でかい、とてつもなくでかいですよね。車でかいんですよ、はい、びっくりですよね。そうですね。そして後ろ行きましょうか、うん、後ろもしっかり他の部分と習って。そうですね、まあ、エンブレムはまあグロスブラック、まあ、リアのバッジはまあ塗り分けして、まあ、フェンダーのエンブレムと同じく M マークを抜いてグロスブラックですね。でここもブロンズのところはマットブラックで、まあ、ラッピングですけど、はい、まあ、エンブレムとかはちょっと形が異形なんで塗装まあしかできない、まあ、ラッピング貼れないので、まあ、こういうちょっと長物でシンプルな形のところはラッピングっていう形でやらせていただいてます。あとは前回りと違うのもディフューザーですね。ディフューザーやっぱこのアンダーラインは横に揃えてマットブラックで、ここのディフューザーのメイン部分はこれBM 純正アートのガンメタなんですよね。ガンメタってなんかもう他にどこにも入ってないしちょっと邪魔な色かなって思ったんで、ここはグロスブラックで、要はフロントバンパーと、まあ、眉毛だけマットブラック、他はグロスブラックと同じこうちょっとこの味付けでやらせていただいてますね。でちょっとメリハリでマフラーカッターはまたマットブラックを使ってっていう感じです。なるほど、はい、ちょっと立体感が出てますね。そうです、マットブラックのマフラーカッターはこれはマフラーカッターに関しては塗装になってます。熱持ったりして剥がれちゃうんで、はい、ここは塗装してますね。じゃあ要所要所でこのラッピングが向いてるところはラッピング使って、そうです、そうです、はい、塗装が向いてるところは塗装を使って、そうです、うまい具合に仕上げてあると、はい、まあ可能な限りラッピングの方が復元性も高いんでおすすめするところはあるんですけど、ただどうしても異形なところは塗装をおすすめせざるを、まあ、得ないっていう感じですかね。じゃあもう板金塗装のプロフェッショナル出身富山さんに相談すれば、そうですね、まあ、そういう部分も含めて、まあ、その辺の判断は早いかもしれないですね、うん、いろいろ提案ができると。そうですね、はい、こんな車に仕上がってます。はい、まあ、全体としてはこんな感じですかね。あとじゃあせっかくなんでとにかく X7、うん、僕これちょっと下調べしたんですけど、うん、とにかくめちゃくちゃ豪華っすよね。豪華っすね、びっくりしますよね。もう超高級車だよね。知ってます、これ駆け抜ける喜びじゃないらしいですよBM なのに。これは全員で目的地に到着する喜びらしいですだからとにかくなんかめちゃくちゃ豪華、もう本当になんかこう BMW グループのトップグレード、こうロールスロイスカリナにもなんか通じるようなシートとか。やばくないですかこれ。まあ、そうだよね、なんか BM 結構なんかこの後ろもすごいですよね、こだわったレザーつけてる感じだって。しかも6人乗りと7人乗りなんか選べて、うん、これあれですね、キャプテンシートの方の、うん、ベンチシートじゃない方ですね。そうですね、この豪華さっすよ。いやいいよな。でこれあれですよね、オーナー様はファミリーカーとしてお子さん乗せて。そうですね、超かっこよくないですか、うん、この環境で育つお子さんっていうのはすごい羨ましいですね、はい、僕もそんな環境で育ちたかったですであとなんかオプションだと思うんですけど、はい、サンルーフがこれなんか LED が1万5000個ぐらいなんか光る星空が見えるやつなんですよね。サンルーフスカイラウンジっていうもう超高級車な装備もしっかりついてると。ちょっと夜乗ってみたいですね。そうですね、はい、あと僕びっくりしたのが、うん、これもう全部もう電動でね。そう、これ上はまあまあ普通じゃないですか、うん、これ下も電動なんですね。下も電動ですね。まあ、昔から一部の車は、まあ、レンジじゃないですか。もうレンジとか使ってますけどね。これしまうのもで、この辺も全部電動なんですよね。そうですね、すごくないですか。あ、これフロント真ん中だ。ちょっとつぶやくのやめてもらっていいですか大きい声でお願いします。絵だけ差し込んでもらってすごいっすよね、超高級車。
今ね。でも今ベンツとかもなんかこういうの使い始めてるもんね。でもまさか BM がこの大きい SUV クラスに参入してくるとは。まあそうっすね、今までなかったっすからね。最近盛り上がりすごいですよね。まあまあまあ、あのベンテイガとかウルスとかあの辺がやっぱり、まあ、少なからず売れてるっていうところが BM も無視できなかったっていう感じなのかな。イタリア車なんかも結構もう SUV に参加参入してきてるし、今度アウディなんか Q9 か出るらしいですよ。まあ、ちょっとね、今日はもう X7 なんでそうですね、ちょっと話が逸れちゃいました。はいはい、であとちょっと車高の上げ下げをちょっと、はい、わかりました。ちょっとじゃあアプリで車高の上げ下げができるのをちょっとご紹介させていただきたいと思います。はい、じゃあ行きますね。あ、もうそんな感じで。そうです、もうくるくるくるダイヤルをって言って、まあ、ゼロにして、例えばこのセッティングっていうボタンを押すだけですね。でちょっとあの通信してこう指示を出すまであの時間がかかる感じですけど、これでまあ上がりきった感じですかね。これが例えばまたこのちょっと下げる指示をこう出します。まあこんな感じで、まあ携帯の、まあ、アプリで、でこれフロントとリア、あの別々の高さの設定ができるんで、おすすめな商品でございます。はい、でこれあれですよね、いやいや室内にスイッチついてるんでそこで上げ下げできるでしょと思う方もいらっしゃるかもしれないですけど、はい、そうじゃなくて純正のその調整範囲以上に調整できるんですよね。そうです、そうです。ちょっとその設定の幅がまあものすごく広がって柔らかくなるっていうか、まあ自由度が増えるって感じですかね。純正だと上げ下げ40ミリまでしかいけないんですよね。そうですね、だから極端に上げたりとか下げたりとか、はい、もしくは下げたまま走る、はい、上げたまま走るっていうことができないんで。そうですね、一番下にしちゃうと、あの走り始めるとちょっと上がっちゃうと思うんで、じゃあもう上げずに走りたいよっていう時は、まあ、下がったぐらいの車高に設定していただいて、まあ、走れれば、まあ、それが一番かなと。はい、はい、というわけで今回はボンド大宮でカスタマイズさせていただいた X7M50i をご紹介させていただきました。いろんな SUV カスタマイズできますよね。そうですね、ちょっとゲレンデ多めでしたけどね、あのゲレンデも全然の減ることもないんですけど、まあ、ゲレンデ以外の車種も増えてますし、ウルスが入庫したり、まあ、X7 が入庫したり、あのゲレンデ以外の車種もバシバシ入ってきますので、はい、今後のボンドチャンネルも楽しみにしていただきたいなと思います。はい、ぜひボンド大宮にお問い合わせください。はい、ボンドチャンネル、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。